新庄美容医師学科家政整形外科専門医新庄先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、新庄に関することを配信していきたいと思います。新庄を伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日はですね、新庄先生級29番目ということでですね、皆さんですね、新庄に関する疑問をですねバシバシ答えていくコーナーになります。今回ですね、新庄先生聞けの27のコメント欄からですねピックアップしながらコメントに答えていきたいと思います。この動画のコメント欄の方に記載していただくと、新庄先生に聞けの31番目でですね答える予定になりますので、ぜひねチャンネル登録をしてお待ちください。それでですね、始めていきたいと思います。今回27番目のまず前半ですね、121件のコメントをいただいております。こちらの中からピックアップして答えていきたいと思います。まず S さん、骨盤性を見る以外に身長が伸びるか判断できるものはありますかってことですね。これはいくつかね方法があるかなと思います。まず一つはですね、私の方でよく使っているのと成長シートですね。こちらの方に当てはめていただくと、現在の身長か日本人の平均的に身長が伸びていたら将来ですね何センチになるかがわかりますので、ぜひご活用ください。欲しい人はですね、LINE の方にですね、チャンネル登録ですね、スクリーンショットを送っていただくと、成長指針のですね、PDF をお送りしております。あともう一つですね、これもよくお話ししている内容になるんですけども、思春期の後半になってくると、昨年伸びた身長の約半分が次の年に伸びる身長の推測値になりますので、例えば3センチであれば、次の年は 1.5 センチ、その次は 0.75 センチというような形で予測することができると思います。あとは、まあ、採血をしてもですね、ALP だとですね、骨代謝を反映するんですけども、そういったのを見ると、身長がですね、どれだけ伸びるかというのも判断する基準の一つになるかと思います。はい、次 H さんですね。怪我などで運動していない期間があると身長の伸びが悪くなりますか？もし伸びが悪くなったとして、それを後が取り戻すことでできますかとかですね。結論としてはですね、まあ、両方当てはまります。具体的に言うと、怪我で安静にしなくちゃいけない期間の長さによると思います。例えばなんですけども、軽い捻挫とかであればまずほぼ関係ないでしょうというふうな表現ができると思いますし、重篤な怪我をした場合で入院期間が3ヶ月6ヶ月1年なんてなってくると、身長にとってある程度悪影響になってくると思います。それに対して後から取り戻すことができるかというところなんですけども、1週間2週間程度のものであれば影響なくですね、まあ、十分に取り戻せるという表現ができると思いますけども、3ヶ月ぐらいでも取り戻せるかなという気がするんですけど、まあ、6ヶ月以上ぐらいのね強い咳が加わってくると、最終的にとっても少しマイナスになってくるような印象になってくると思いますので、やはりですね、まあ、怪我しないようにしていただくことが重要だと思います。はい、次 A さんですね。日光を浴びる時間が長いほど身長伸びるんですかって質問ですね。日光のメリットですね、そちらの方ですね、まず理解いただきたいと思います。私の方で頭の中で思いつくのは2つになります。1つはビタミン D 合成には日光に当たる必要があるなんていうふうに言われたりをしています。あともう1つはサーカリアンリズムですね。体内時計が整うっていうことですね。日光に浴びてないため夜更かしになってしまって睡眠の時間や質が落ちてしまうなんて言われてますね。まあ、この2つがですね、日光を浴びる、まあ、メリットになります。ではその日光に浴びる時間長ければ長いほどいいかっていう質問ですね。まあ、ここが次のポイントになるわけなんですけども、ここに関して言うと、まあ、ノーというような結論でいいと思います。例えばなんですが、骨粗鬆症って呼ばれるような骨がですね、まあ、弱くなるため日光に当たりましょうなんて推奨されている時間ですよ。たかだか本当数十分程度というふうに言われたりもしてますので、それぐらい当たれば十分にビタミン D はですね合成されるというふうに言われています。あともう一つで、サーカディアンリズムに関して言うと、まあ、めちゃくちゃ日光を浴びるというか適度な太陽光の中ですね生活していれば十分という表現になります。ただ一日で家にいるってことは好ましくないように思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 T さん、運動後2時間以内にオレンジジュースかっこクエン酸を摂取すると成長ホルモンが最大限に活用される的なことを聞いたんですが、本当ですかってことですね。これですね、一部分的には推奨されるかなというふうに思われます。クエン酸はですね、まあ、疲労回復にいいなんていうふうに言われたりしてますので、そういった意味だとですね、運動後にですね、摂取していただくのはいいと思います。ただ、成長ホルモンが最大限に活用されるっていう表現に関しては思いつきません。ただ、少なくとも成長ホルモンとクエン酸はですね、お互い何かプラスに働くような関係性であることは十分推測がつきます。はい、次 A さん。痩せている人が第二次成長期13歳前半で重くなるのは身長が伸びる合図ですかってことですね。これに関して言うと、男性なのか女性なのかによってもちょっとニュアンスが変わってくるかなっていうような気もしますね。これだけだと身長伸びる合図というような表現はないようにも見えます。次 I さん、海外に住んでるのと日本で住んでるのでは身長伸び違いますかってことで、これはねズバリですね、関係あります。国によって身長差はあるわけで、当然なんですけど食べる食事も変わります。日本人の方も海外に行ったりすると日本食ばっかりで食べるわけにいかないですので、現地の食材を摂取する機会が増えてくるわけになりますので、やはり違うと思います。その中でもある程度経済的豊かな国であればですね、十分な栄養量は取れると思います。そういった意味では、まあ、最終的にはね、ご自身が何を摂取するかだと思うんですけど、ある程度は住む国によって身長ですね変わってくるというふうに推定していいと思います。次 R さん、身長伸びる前体重が増えるのは本当でしょうか？また身長伸ばしたいなら体重を増やした方がいいのでしょうかということですね。
先ほどの質問と似たような内容になってくると思います。身長が伸びる前に体重が増えるというのはそこまでね一般的に言われるような内容ではないというふうに思うんですけども、あとはですね身長伸ばしたいなら体重を増やした方がいいかってことですけど、これに関しても必ずしも体重を増やした方がいいという表現ではないと思います。ただし栄養は十分量ある必要がありますので、そういった意味では十分な栄養量が必要というふうな表現でいいと思います。はい、次ですね。 P さん、部活引退してこれから受験なので運動量が減ると思いますが、家でもできる運動ありますかとかで、リングフィットを買おうかなってことですね。確かにリングフィットいいんじゃないでしょうか。今後ですね、私のこのチャンネルでもですね、身長が伸びるストレッチなんて形でストレッチ動画をねどんどん上げていく予定ですので、ぜひ楽しみに待っててください。はい、次ですね。 M さん、睡眠の質の向上として湯船に浸かるのがいいと言っていましたが、これからの暑い季節になかなか入りづらいと思うのでシャワーだけでも大丈夫ですか。また他にいい方法があれば教えてください。睡眠に関して言うと質と時間が大事ですよっていうふうにお話ししています。その中で質をですね上げるために湯船に浸かってですね、体の芯から温めると、その後ですね、湯冷めするわけなんですけど、その時に体温が下がって入眠が速やかになって睡眠の質が上がるっていうロジックなんですけども、それがちょっと夏だとなかなか難しいってことですね。これに関して言うと理論的に言えばある程度湯船に浸かるってことが推奨されるわけなんですけども、自分の中で心地よくないのであれば、そこまで無理して湯船に浸かる必要は私はないようにも思います。ぐっすり寝るためにその前のですね所作があるわけなので、夏でねどうしてもね湯船がね、ってことであれば入らなくてもいいように思います。はい、 S さん、よく男の子は母親に、女の子は父親に遺伝的に似ると言われますが、上の子が女の子で父親の成長期と似て18歳超えてもまだ伸びています。下の子男の子で今は平均より小さめですが、中学生になって毎月1センチ伸びてきました。私が小さいので半熟タイプにならないかもと心配していますということですね。こちらの内容ですね、まあ、毎月1センチ伸びているということで、年間成長率12センチということで、まあ、相当成長率が上がっているという表現になってくると思います。でそれはそういった意味で、ね、もしかしたらすごくピークを迎えている可能性もあると思いますね。おっしゃっていただいている通り、必ずしもですね半熟タイプになるというふうな保証があるわけではないですので、伸ばせるうちにしっかりと伸ばしていただく、可能であれば採血やレントゲンを取ってしっかりとですね最終予測を立ててやっていくというのがね望ましいというふうに考えます。はい、次 K さんですね。昔から子供の食欲がすごく増して体重が増えた時は身長が伸びるタイミングだと言われますが、娘12歳8ヶ月はバレを習っていて体型的にはあんまり太らせることはできません。そしてレッスンが終わって帰宅すると22時過ぎてしまうのは週3日あるため、睡眠も理想通り取れていません。現在身長は151センチ42キロです。所長は12歳3ヶ月の時に来ました。父親165、母親158で予測身長155ですが、このような環境下では身長伸ばすのは無理でしょうかってことですね。かなりねいろんな情報が入っているので、一個一個ねピックアップしていきたいと思います。まあ、いつも通りね成長シートを使って検討していきましょう。成長シートね欲しい人も LINE ください。まずは成長シートの方で見てみると、12歳8ヶ月で151センチになりますので、単純にですね日本人の平均的身長が伸びていけば 156.2 から 156.8 のペースにいらっしゃるということが分かります。それに対して遺伝身長、私の方でもう一回計算してみましょう。父様165足す158引く13割る2は155センチということになるので、そういった意味だと極めて遺伝身長に近い身長で現在推移しているということが分かります。それに対して、まあ、所長は12歳3ヶ月ということになりますので、所長だけで早熟傾向が強いのか晩熟傾向が強いのかというんですね、判断するのは比較的難しいんですけれども、一つの基準値を発表させていただくと、所長がですね、まあ、11歳0ヶ月未満だと相当早熟傾向、逆に14歳0ヶ月以上で所長を迎えるとかなり晩熟傾向というような表現になってくるかなというふうに私の方で考えているんですけど、そういった意味だと12歳3ヶ月で所長というのは極めてね平均的というような表現だと思います。そういった意味からも日本人で平均的に身長が伸びるというふうに推定された156.2か156.8というのが妥当な数字なのかなというような気がします。ただ睡眠を少し取りにくい状況が身長を伸ばすのを大きく妨げるかってところなんですけども、決して無理って表現ではないと思います。ただし睡眠時間を改善したりだとか、あと運動ですねすごくやる人はですね栄養欠乏になっているケースもありますので、改善することが望ましいと思われますし、改善することによって少しですね身長ですねプラスアルファで伸ばすことが可能になるかもしれません。次 N さん、高校生になってもまだ骨端性が残っている部位ってありますかってことなんですけども、手首で言うと頭骨っていう骨が残っている可能性があると思います。はい、次 H さん、体の成長が早いのとガタイがいい人は身長が伸びないんでしょうか。ちなみに僕は高校1年生で 154.3 です。中2の時が 2.5 センチ伸びて中3が 1.4 センチ伸びましたということで、
て、いわゆるまあ早熟っていう表現でいいんでしょうかね。体の成長が早いって早熟っていうことだと思うんですけど、早熟と晩熟だとどちらかといえば早熟傾向の方が最終身長ですね、まあ、低くなる傾向があるというふうに一般的に言われていると思います。それに対してガタイが良くなるっていうのは早熟傾向なのでガタイがよく見えるっていうのはね、表現がある程度できるかもしれません。で、中2の時 2.5 センチで中3の時 1.4 センチということで平均的な成長率の経緯を辿っているかなと思いますので、緩やかにここから身長伸び率が落ちてくることが推定されるというふうに一般的には言われると思います。ただね、諦めずに最後もねバシバシ身長伸ばしていきましょう。思春期症状が全て出たら身長が止まるのか、ある程度出たら止まるのか、どっちですか？足のサイズが大きくなる身長伸びと関係ありますか？伸びと関係は